岡山でシェアハウスを楽しむ女性たち。話題はいつもイオンモール岡山で出会った女性を彩るアイテムばかり。今回のダイアリーに描かれた素敵なアイテムとは？ねえ、あやかちゃん、かわいいヘアクリップつけてるね。気づいた？これ、天使の羽クリップっていうんだ。へえ、羽のデザインがかわいい。ありがとう。このヘアクリップ、実はカプセルトイでゲットしたんだよ。え、そうなんだ。うん、全部で5種類あって、2つセット入ってたよ。いいな。お店はどこにあるの？イオンモール岡山、4階にあったよ。え、私もそのお店行ってみたい。じゃあ一緒に行ってみようよ。うん。11月23日にオープンしたトイズスポットパロイオンモール岡山店。子供から大人まで夢中になれるカプセルトイが300台以上ある専門店です。中にはイオンファンタジーオリジナルの回さなくても自動で出てくるカプセルトイマシン、カプエボがあります。完全キャッシュレスなので手元に現金がなくても利用できるとして人気です。すごい、いっぱい種類ある。どれ回すか迷うよね。あ、私これやってみたい。リバーシブルメンダコ、ひっくり返すと見た目が変わるんだって。え、面白そう。やってみようよ。何かな。あ、ブルーのメンダコだ。こちらが今回おすすめさせていただくリバーシブルメンダコです。ひっくり返すとカラーが変わるようになっておりまして、一つで2回楽しめる景品となっております。このメンダコ、ひっくり返すと表情が変わるのが可愛い。グラデーションカラーなのもいいね。だよね。カプセルトイは何が当たるかワクワクするよね。ほんと、1回やると他の種類も集めたくなっちゃう。よし、今度はピンクのメンダコ当てるぞ。心理学に詳しいトイタ女子短期大学の新井教授によると、カプセルトイは何が出るかわからないことで生まれるワクワクやドキドキ感を安価で簡単に得られるなどとして幅広い年齢層に広まっているんだとか。リバーシブルメンダコは曲線的な形状をしていることから、人に優しい気持ちを生じさせ癒されたいという現代人の深層心理欲求を満たしてくれるのではないでしょうか。春待ちダイアリー、次回もお楽しみに。 OHK ではイオンモール岡山の情報をインスタグラムで発信中。大晴れライフで検索してフォローしてくださいね。